あれか。ちょっと待ってよ。どうもー、うわー、ラジオー。2人目のゲストはアイドルグループベリーズ工房のメンバー、嗣永桃子こと永遠のアイドル愛称ももち。ももちね、みんなのアイドルももちです。よろしくお願いします。初めてだよね。どうも初めましてだよね。初めましてももちです。何卒よろしくお願いいたします。内村です。よろしくお願いします。イエーイ。今日何すんの？あ、今日はですね、もち内村さんとどうしてもやりたいことがあって、ももちパパいるんですけど、お父さん、うんうん、あのパパが最近ももちなぜか冷たいんですよ。あれ、そうなの？こんな可愛い娘なのにすごいなんかあしらいがちっていうか。え、もちのお父さんちなみにいくつなの？パパは45ぐらいです。年下じゃねえかよ。あ、そうなんですか。でちょうどいい。だから今日は内村さんに、はい、あのももちの理想のパパになってほしいんです。なんでこのなんちょ理想のパパデートみたいなのを内村さんと一緒にしたいんです。でまずは原宿に行きます。やめようよ、原宿やめよう。近場近場、東京ね、天気よくてすごい人多いのよ。内村さんのお洋服をももちがコーディネートします。コーディネートすんの？はい、それやっぱ原宿目立つので、ももちもちょっとオフモードになって、はい、一緒に歩こうかなって。オフモードになって歩く？はい、ももちも見つかんないように歩くの？そうです。このちょっとこれじゃ分かっちゃうじゃん。そうだから、ちょっとこれをほどいてストレートにして。おお、そしたらバレないの？はい、全然全くバレない。あ、そう、俺も全然バレないで。俺は本当にバレないから。カメラも遠目から撮って。あ、それいいね。あ、それやろうや。はい、本当のオフっぽい感じで。あ、俺も本当にスッってなるから。そうなんです。俺のスはももちを抜くぜ、きっと。ベリーズ工房だよね。さて、なんでベリーズ工房に入ったの？モーニング娘。の妹分オーディションみたいなのがあって、うんうん、あの3万人の中から選ばれたんです。それは言わなくていい。その約3万人の中から選ばれたんですよ。うるせえわ。それは言わなくていい。本当事実なんですよ。つんくさんじゃなくても正直わかりますもんね。何が？なんかその光ってるなみたいな。感じませんでした？感じなかった。あの手振ってる瞬間、でもこれ誰だって思ってた。ももちですよ。春になって出てきた人だと思ってた。春になってよく現れる人がいるなって思ってた。ももちです。もう10年やってますから、アイドル。え、ももち10年やってんの？やってますよ。ももち長えよ。潜ってるの長え。長かったな、ももち。最近地上にあの出させていただくようになって、数年前には埼玉スーパーアリーナでもライブやらせていただいた。ベリーズ工房が？そうですよ。ベリーズ工房なのに。なんとのベリーズ工房バカにするんですか。今来てます AKB48 桃色クローバー Z ベリーズ工房ですから。3番手に今食らいついてんだ。銅メダル。銅メダル。そしてパパとももちは気配を消し、オフモードで原宿へ。こっち。こっちです。はいはい。原宿に来られますか？原宿がなかなか行かないね。仕事でだね、行くのは。じゃあ今日はプライベートですから。うん。ももちと初原宿ってことですね。あ、じゃあここ入りましょう。ここ。入っちゃうんだ、ここに。ここ行きましょう。早く。早く。はい、パパ早く。あんな大きな声でパパって言わないの。はい。すみません、お邪魔します。誰かな。あ、ほら。あ、似合いますよ。ほら、これ着ちゃダメだって。攻めてった方がいいですよ。似合いますよね。そうですね。サイズ感的にもいけるんじゃないかな。ほら、サイズ感的にもいけますか。はい、早く、パパ早く試着してきて。パパ早く早く。あんまりパパって大声で言わないように。パパ早く。あ、できました？うん、サイズ感的にはいいと思うんですね。お、ぴったりですか。じゃあちょっとオープンザドアしていいですか？ちょっと待ってね。7、6、5、4、3、2、1、オープン。どう？サイズ感的にはいいの？ぴったりぴったり。サイズ感的にはサイズ感的にはぴったりでしょ、確かに。ただサイズ感、ここはすごいすごいすごい。いや、ただそのちょっとももち。はい。ももち。何ですか？ちょっと派手だね。え？いやいやいや。歩けない。いや、歩けますよ。私は道を歩けない。いけるいける。他のあのシンプルな方がいいな。うん、ちょっとこれやめとこう、ももち。贅沢ですね。ももち、ちょっとやめとこう。はい、ももち行こう。ももち、他の子。あ、じゃあ、今パパが着替えて
てる間にもう一個候補を選んだんで、はい、これ着てみてください。短パン寒いんじゃないかな、ももち。短パン寒いね、今日暖かいじゃないですか。ポカ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 いきますよ、はい、じゃらーん。どうこれ、ももち。ちょっと若くないかな。歩けない。道を歩けない、ももち。いや、いいんじゃないですか。ももち、ゴー。他のゴー。確かにちょっと赤はパパっぽくないから、パパっぽくない。こっちに変えてもらってもいいですか。それはももち、歩けない。大丈夫大丈夫、はい、どうぞ。歩けない、もう違う、これ勝俣になっちゃうから。大丈夫です、はい。ももち、はい、できました。これだとね、方向性がわからない。目指すところがわからないから、これももち。え、お似合い。似合ってないし、歩けない、これだと。寒いし、まだ、うん、春めいてきたとはいえ、じゃあちょっと他の店当たりましょうか。他の店行くのかよ。ここでいいじゃねえかよ。いやいや、やっぱもう一軒ちょっとさらにいいものを見つけたいから、パパに合うもの。お前迷惑かけて終わりじゃねえかよ。迷惑じゃないですよ、試着。どうもすいません、皆さんご迷惑おかけしました。謝るときは許してにゃんってやるんですよ。うっせえな。レッツトライ。でもやっぱパパはいつでもかっこいい服でいてほしいんですよ、娘として。これでいいと思ってるよ、ちょっとラフすぎるっていうか、いや、あんまり冒険しなくてもいいと思ってる。いや、冒険心って大切。あ、じゃあここにしましょう。ここで決めようよ。ここもうここで決めようよね。こんにちは、ももちとパパがやってきました。本当お邪魔します。すみません、申し訳ないです。もうパッと決めて、パッと帰ろう。じゃあパッと決めよう。もうみんなのね、ご迷惑になるから。フィーリングで言っていいですか。フィーリングで言っていいよ。あれ、こなせるのはパパしかいない。知らねえよ、これ何なんだよ。ももち、はい、できました。最初ぴったり。ももち、俺これぴったりだ。すごいすごい。ぴったりだわ、ももち。じゃあそれにしましょう。これに行くか。はい、これで行きましょう。これでいいな。はい、もうぴったりだわ。やったー。うん、キャップない、なんかキャップ、新しいキャップ。キャップ抜かしてください。うん、ももち。いけるよね。いける。48だけどいける。バッチリです。どうすんの、うん、お似合いですよ。これね、香取くんとか似合いそうなんだよ。いや、この服は俺じゃねえんだよ。この服はパパのために作られた服です。じゃあパパ、うん、次の場所行きましょう。もう次の場所行くのね、はい、あんまり人目につかないとこがいいな、できれば。公園です。お前、公園やめよう。今春めいていて人はいっぱいなんだよ。うん、レッツゴー。よし、行くか。じゃあ、はい、もし笑われたらお前ぶっ飛ばすぞ。はい、その時は許してにゃん。もうやだ、もう。お洋服もグレードアップして変化、七変化ですね。公園に行くんかい。はい、おもち、なんか変わったの気づきます？いや、盗んだんだろ。そう、ピンポン、さすがパパ。いいよ、もう戻せばいいよ。え、もう戻そうが戻すまいが、なんかどうでもいいよ。なんでですか、ちょっとテンション低い。あ、じゃあ写真撮りましょう、写真。なんで写真撮るの。ほら、お。はい、チーズ。はい、じゃあもっと可愛いポーズお願いします。はい、じゃあぶりっこでお願いします。はい。あ、じゃあ許してにゃんのポーズお願いしていいですか。許してにゃん、声も一緒にどうぞ。許してにゃん。はい、可愛い、ありがとうございます。帰る。もう帰るわ。もうダメです、まだやりたいこと。ここで、ここでロケ終了しようや。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、可愛い、許してにゃんポーズ。あ、やっぱりオーラがあるから目立ってますね。ももちって言われてる。はい、ももちだよ。わ、大人気。ダメですよ。お前ももちすげえ。お前これだけです。お前すげえな。ほらももち、ほら手。はい、ももちだよ。ももち、うちちだよって、うちちだよって、うちちだよって。うるせえよ、うちちだよって。お前うるせえよ。俺これ大丈夫だ、これ紛れるわ俺。ももち、あっちのさ、はい、人っ子一人いない、あそこ行こうよ。ダメです、あそこ行こうよ。桜が満開なんですよ。いいって、桜は人がいるから。もう そこで、そこにしよう、そこに。え、そこにしよう、そこに。ここですか。もうそこで十分十分。桜遠いですけど。そこの桜の木の下にしよう。じゃあもういっか。そこでしょ。もうじゃあ、すげえ。はい、ももちだよ。すげえ。かわいい、よく言われる。で、パパここにしましょう。はい、じゃあここに敷きますよ。はい。はい、私やっていいんですよ、ここで。え、そっちでいい。ここでいいんですよ。でも緑の方が、はい、はい、
お前ちょっと挨拶しておきなさい。ハマチだよ。挨拶、はいはい、挨拶しておきなさい。これ逆に大丈夫だわ。よいしょ。この後中年 VS アイドル許してにゃー。ももちがパパと一緒にやりたかったこと、はい、2つ目何。これはじゃじゃん、手作りお弁当です。手作りの、はい、お前が作ったの。そう、ももちですよ。あ、まあ、ももちが作ったの。そうです。ぜひ食べてください。なるほど。どうですか、人参のこれ止めてるのが人参なんだな。リボンです。リボンが人参になってます。はい、どうですか。結構うまいじゃないですか。わー、もっと食べてください。じゃあ食べちゃっていいの。はい、食べちゃってください。もうな、疲れてんの。おっちゃんもな、朝から働いて頑張って働いてんの、うん、じゃあおもちが食べさせてあげますよ、この際ですから。はい、いくよパパ。悪くない。じゃあ次、卵焼き。はい、あーん。うん、おいしい。本当ですか、うん、お、じゃあ唐揚げ、はい、あーん。どうですか。あ、いけるいける。締めはイチゴで、はい、あーん。どうですか、食い合わせある。はい。どうですか、初めてのお弁当ですよ。おいしいわ。どうしました。帰ろ。いやいやいや、だいたい終わった。まだですよ。だいたい終わった。あとトークトークトーク。あと、ももちパパに見てほしいものがあるんです。何を見んの。ももち、あのちょっと前に、うん、ソロ曲ができまして、うん、唯一の、おうおう、それが今後流行るかどうか、うん、なんかちょっと見ていただきたいなと思うんですよ。分かった。あの、許してにゃん体操って言うんです。ちょっと待って、一回先入った方がいいと思うんだけど。大丈夫か。大丈夫です。シラフで許してにゃん体操。はい、一番キャッチなとこいきますね、はい、いきますよ。許してにゃん、許してにゃん、街で許してにゃんにゃんにゃん、はい、にゃんにゃんにゃん。どうですか。これは夢かな。今私は夢を見てんのかな、これ。この西日の感覚。何、やめようよ。レッツダンシング。もうやめようよ、もうただでさえ。酒飲ましてくれよ。レッツダンシング。だったら酒。大丈夫大丈夫。パパと娘のコラボレーションじゃないですか。せーの、許してにゃー、許してにゃー、マッチで許してにゃー。やったらっか。帰してくれ。帰るわ。なんもない。いいことなんもないよ。わあ、桜よ、聞いてくれ桜。おカニ座最下位だったかな。おかしいな。なんかイライラしてますか。おもち怒らしちゃいましたかね。ちゃんと謝りますね。許してにゃん。落としてるよ。落としてる。